郷土館だって、有形文化財らしいよ。入ってみますか。はい、どうぞ。はい、行きましょう。入り口からすごいね。こんにちは、うん、こんにちは、こんにちは。これ何ですか。昆布、昆布はかり器。昆布はかり器、へえ。これちょっと使う、提供者書いてある。で、これ石川県で使ってたものをね、また持ってきて、ここ出身は石川県からいらしたよね。でも119年この場に建てて119年経ちました。へえ。で、宮大工さん国を使う中から持ってるそうで、天井の梁と鳴り台が立つ大黒柱は木の、階段は手焼きです。で、石川県で使ってまたね、持ってきて、ここで輪島塗り使ったんです。もう殿様みたいなね、枕使ったり。本当だ、本当だ。京都までね、東方南寺までお参りに行った時使って。あ、これね、あれなんだよね、こうやって曲げが、ね、崩れないようにね、高いんだよね。そうですね、お殿様とか。へー、すごい。ずっと見てきてください。すごい。これ水って書いてるのはね、火事の前でね、屋根の上に33年に建てたんだけど、38年に書いてくれてます。油絵です。あの、小名家の番屋風景、ここの番屋風景です。浮世絵一気に変わる。あの、百葉でした。へー、そっちの方もあります。これはね、ちょっと昔は高かったそうで。へー、はい、かわいいトイレです。お手洗い、すごい。奥にもありますよ。なんか書かれてる、かわいいんだけど。本当だ、顔が顔になってますよね、これ。かよって書かれてる。ねえ、なにこれ、怖い。誰かよって。怖いよ。都内だけなんだけど、はい、地震が来たよっていうことで電話、都内だけに。すごい、そう、すごいね。交換台です。交換台を知らないもの、わかんない。当時使ってた食器たちもありますよ。あ、これおばあちゃん家にある気がする。菓子本ってやつ。へー、何に使うんだろう。お菓子入れる、うん、あ、そっかそっか、そのまま、うん、買っちゃったっけ。あ、そう、あるね、うん、はい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 。へぇ、何の音、取れない人が多いの。お水じゃない。そこなんかすごくない。ね、台所そのまんまです。え、すごい、こう開けたくなっちゃうやつ。でもなんか、触ったらダメそう、ね、湯気出てきそう。あ、湯気出るかな。多分今使ってないんじゃないか。すごいな、これ何。すごいね、水溜めるやつじゃない。これお茶、お茶なんじゃない。お茶って書いてる。すごい、すごいね、人入れるよ、これ、うん、すごいじゃん、これすごくない。うん、台所、台所、これが分かっているの。井戸水的な感じでやるのかな、こういうの。へぇ、すごいね。ねぇ、真っ暗だからいろいろできないよね。確かにね。